背景、一言の偽りも少しの誇張も申し上げません。物質の苦しみが重なり重なり、死ぬことばかりを考えております。佐藤さん一人が頼みでございます。私は優れたる作品を書きました。これからもっともっと優れたる作品を書くことができます。私はもう10年くらい生きていたくてなりません。私は良い人間です。しっかりしておりますが、今まで運が悪くて死ぬ一歩手前まで生きてしまいました。芥川賞をもらえば私は人の情けに泣くでしょう。そうしてどんな苦しみとも戦って生きていけます。元気が出ます。お笑いにならずに私を助けてください。佐藤さんは私を助けることができます。私を嫌わないでください。私は必ずお報いすることができます。お伺いした方が良いでしょうか。何日何時に来いとおっしゃれば、大雪でも大雨でも飛んでまいります。身も世もなく震えながらお祈り申しております。家のないスズメ、おさむ、はい、佐藤様。太宰はこの手紙を書いた5日後の2月10日、パビナール、麻薬性鎮痛剤、中毒を治療するため、千葉赤羽の済生会に入院したが、この病院を紹介したのは佐藤だった。ところがその年の夏、なかなか全治しないパビナール中毒と胸部疾患を良くしようとして、群馬県谷川温泉へ出かけていた時、第3回芥川賞候補作品に挙げられていた晩年がまた最終選考で落とされたことを知り、太宰は強いショックを受け、その鬱憤を新潮10月号の創世記の付録として佐藤春夫に当てつけて書いた。佐藤も11月の改造に芥川賞を書いて反駁した。太宰が小山初代と水上温泉で心中を企てて未遂に終わったのは翌12年である。奉公とデカダンのすさんだ生活がなおも続いた後、13年に石原美智子と結婚したが、その頃を境に富岳百景、走れメロス、マンガンなどの明るい作品が書き始められ、作風が一変した。